日本広しといえどももうここにしかない唯一無二の道、はい、そういうねものすごくちょっと珍しい道があって、うん、行こうと思ってます。参りますか。行ってみたいところに登録してあってまだ一度も行ってない場所。へー、なんか観光地みたいな雰囲気だね。うんうん、山中温泉。温泉か、うん、この辺はいろんな温泉があって山中山城、うん、でその中のここは山中温泉。山中温泉って聞いたことある、うん、さっきからずっとこの温泉街っぽい街がずっと続いてて、うん、でも思いっきり今ここ住宅街で、ね、でもなんか分かったわ、うん、これだね。はい、これです。すごいな。これはでもすごいわ。これ名前もいいよね。またすごい。あやとり橋だって。あ、そういうこと？これに行きたかったんだ。そうそう。これがね、ずっと生で見たくて。これはいいです。かなり。多分ね、これまでに見たことがない形の橋じゃないかな。そうだね。なんかめっちゃカーブしてる。そう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 。前から見るのもいいんだけど、横から見るとまたすごい特徴があって、うん、なんとも言えないこの逆三角形といろんな形がこう組み合わさってて入り組んだよね。そう、これがまさにこのあやとりのような、うんうん、すごい変わった形だよね。すごいな。橋自体もこれカーブしてるし、うん、まずカーブしてる橋が珍しいし、なんかすごいあの PV とかにも良さそうだね。あ、確かに結構ちゃんと映えるし、うん、え、めちゃめちゃいいじゃん。これ夜ライトアップされる系だ。ライトアップされるよ、ここね、うん、ライトあるわ。え、すごい。カーブしてかつこの高低差、この下ってるよね、今やばい。カーブしながらこの下ってるってなかなかこの橋で、ね、なかなかないね。ないよね。めっちゃくねくねしてるアップダウンあるのやばいね、橋で。マリカーじゃん。橋でアップダウンあるのってマリカーぐらいね確かに。ウェホーみたいな、シュシュシュみたいな、うん、あ、これ下から見れるんかな。これなんか下すごいよ。雨が降ったから濁流になってる多分これ普段だったらさ、うん、穏やかな感じで、うん、なんでこんな形になったんだろう。なんでこんな形にしたかっていうと、うん、華道家の先生がデザインして。そういうことか。そうそう、うん、専門じゃないからこそこういう形にできたんだと。なるほどね。橋の多分ね、その設計とかやってる人が設計すると、うん、本当の橋になっちゃうから。まあまあ普通のまっすぐの橋になっちゃうよね、うん、まあ見るからにお金がかかってるから、まあ、ね、今じゃ絶対作れないと思う、うんうん、まさにバブルの時に作ったんじゃないかな、うん、なるほどね、うん、ちょっと寄ってみたい。最高。気をつけてね、うん、真下から見ると、うん、この全体のこのトラスと、うん、あの橋本体の位置関係が分かりやすいかなと思って、うん、側面の鉄骨とか見てもらってもこう三角形をずっといくつも組み合わせたような構造してるけど、それが一応強度が出るんで、うん、へー、あ、じゃあ強度最強なんだこれ、うん、デザイン性も重視しながら、うん、ちゃんと強度も出しながら。素晴らしい素晴らしい素晴らしい橋です。すごい、なんか高速の前にあるんだね。そう、高速の中にこのね信号があるっていうのもすごいリアル。めちゃ珍しい、うん、いや、たまにあの止まれはあるんよ、うん、止まれがある高速はあるけど、うん、こうやって信号でね、うん、完全に止められる高速道路っていうのも珍しい、ね、初めて見たよ。ここから出る車と入る車が交錯してるよね、ここで。あー、だからか、うん、だからそういうところで、うん、たまに止まれはあるけど珍しい、うん、わー、海最高。海だ、最高だ。こっちの右側の工事現場はいい感じだよこれ今橋のすごいな、これリニューアル工事をしてて。本当だ、すごい大掛かりで、これ多分大掛かりだね。商場の取り替えじゃないかな。えぐいね。えぐいぐらい大規模な工事。すごい、めっちゃロケーションいい。ああ、すごい。ああ、この先すごい。わあ、すごい、さすが。うわ、すごいこの道も結構いい道だけど、うん、この先にさらにすごい唯一無二の道が。さあ、ここを左へ。なにこれ、なんかすごそう。
サファリパークみたい。うん。わあ、待って。知ってる。そうだこれ。知ってる。やば。来たよ。やばーい。最高。すっごい。わあ。すごい波打ち際をこうネソニカで走る。これは映えるよ。すごい映えるよね。こんなんも最高だよ。すごい有名じゃん。なんか結構ギャルが撮ってた。うんうん、ここがあの千里浜なぎさドライブウェイ。あ、そうか。ドライブウェイなのか。うん、そう。っていうところで、ここが唯一っていうのは、うん、この道、うんうんうん。これがちゃんとした公道っていう。そうなの？うん、そうなんだ。そう。これがちゃんと土木事務所が管理してる公道で。車が通れる砂浜っていうのは日本でも唯一。へえ、構造なんだ、うん、すごっ。すごいな、海水浴してる真横をこう車で通るっていう。あ、これ撮りたいね。普通にビーチを走ってるようなね。で普通砂浜に車が入っちゃうと、あの四駆の車とかならいいけど、こういう車だとあのスタックして動けなくなっちゃうんだけど、そうだよね、ここは走れるんですよ。砂浜だけど砂が硬くてタイヤが沈み込まない。へー、あ、だから走れるんだ、うん、だから車でも走れると。いや、めっちゃすごい、うん、いいな。唯一無二の、え、いいな、砂浜道路。うわ、いいな。すごいいいんですけど。イエーイ、よし、来た。最高、最高すぎる。着いたよ。着いた、マジで最高、最高なんですけど、うん、これが道、これ公道なんでしょ、うん、信じられない。これが、そうそう、ちゃんとした公共の道、うん、すごいねっていうところがやっぱりこの唯一無二なところで、すごすぎる。これ東京にも欲しい。ここだったら車が走れるっていうことで、うん、行動にしてくれてる。それさ、考えた人、うん、天才だね、うん、ソニカ映えてるな。ソニカめっちゃ映えてる。ここソニカが映えるよ。やばいよ、ソニカやばいよ。すごい楽しそう、みんな。超夏。そこに書いてある千里浜なぎさドライブウェイ終点で青い、あの標識看板があるから。はい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 、うん、ここまでなのね、うん、あっという間だったな、うん。